こんにちは、タブです。今回はネオ編成してやってみようかなと思います。ネオルナデビューパンだね。うん、やばそうこれちょっとやばそうだな。あ、てか 10% 削り入れんの忘れたな。まあいいや。はい、横貫してとりあえずどれぐらい削れるか見ます。うん、絶対やばいわこれとりあえずもうこっから普通にやっていこうか。どうしようかな、これこうしよっか。はい、うん。でこのさ、イカの攻撃って何なんだろうね。ちょっと見てないから分かんないだよな。ちゃんといったれ。やばっそうこれでもまあルナマインスイーパーとか飛行持ってないんで、そのなんだ、地雷食らったら危ないですよね。ただドレイン持ってるから多分大丈夫だと思うんですよ。正直攻撃ってほとんどしてこないし、地雷とかばらまかれるとかなんで、うん、多分大丈夫なんじゃないかな。まあといってもちょっとは気をつけるけど。オッケー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 。これは SS 打った方が良さそうなんで打ちます。うん、オッケー。うわーやばそうマジでやばそうこれ。はい、いけ。デビパンはその友情コンバップ枠だね。それと自由に動けるので、デビパンは1体は編成しておりますね。ルナにでもいいかなと思ったんだけど、まあさすがにデビパンは1体は編成します。で SS 打っとくか。オッケー、ルナの SS 打とうと思うんですけど、まあちょっと 3P しか当たらないんで、まあいいや。 3P とデビパンだけに当てます。地雷には当たった、やばいけど、まあ大丈夫なんじゃないかな。3ターン後に即死だから、即死じゃなくて普通の攻撃だからあれだけど、まずハートも湧いたんで大丈夫かな。で次でやばいと。ただハートあるから大丈夫っぽいね、大丈夫っぽいね。まあ倒しちゃったか強いなあ。 SS 溜まってね、バウンドチャージが悪いとこ行っちゃったな。うん、これでいっか。うん、火力出るね。はい、ドレインで回復しつつ、しっかりとリフレクションリングでばらまいていくよ。あ、強いなこれ、やばいな。で SS ドン。やっぱリフレクションリングってやばい友情コンボだなこれ。まあ、あのスパイファミリーで結構ねゲットした人比較的に多いと思うから、ネオはいいんじゃないかな。いや強いなマジで。でまた SS 打ちます。はい、次の攻撃も地雷か。地雷だよね。でその次も地雷だから、まあでも2段階目で SS 打ちたいから。おいーマジかあ、これだったら SS 打ってよかったな。なあマジで、このクエストさマジで入れ番ばっかするな。んー、これちょっとまずくないかな。まあいいや、いけるか。あ、いけた。
まあ、入れ番して地雷食らうっていうのがちょっとやばいところかな、ネオ編ネオルナでやるには。はい、でちょっと雑魚を処理しておきたいですね。あ、十分っす、これ十分っす。でこれいっか。よし、きたー。で SS 打ちます。はい、いったれ。いけ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 、削れ削れ、よっしゃ。でこれで勝ったんじゃないかな。 SS 打ちます。はい、2倍火力の、あ、強いはい、ということでネオとルナとデイパンのね編成でやってみました。まあルナのドレインと2倍のね攻撃力アップバフはやっぱり最強っすね。じゃあバイバイ。